橋本徹、万博失敗ならチケット倍返し宣言、吉村知事に言明。元大阪府知事の橋本徹氏は、来年4月に開幕する大阪・関西万博が最先端の技術を展示できなければチケット代を全額返金し、さらに倍返しすると大胆に宣言しました。橋本氏のこの主張は、万博が技術的に最先端でなければならないという強い信念から来ています。彼は来場者に公正なサービスを提供するために確実な保証を求めています。万博が期待に応えられなければ来場者に対する責任を果たすべきだと考えています。万博の目玉として期待されていた空飛ぶ車はデモ飛行のみとなる可能性が高く、他にも複数の国が独自パビリオンの建設を断念するなど計画に困難が生じています。この状況に対し橋本氏は、もし期待を裏切るなら全額払い戻し、さらに倍返しとの強い言葉で関係者にプレッシャーをかけています。また橋本氏は吉村博文知事に対して、最先端でなければチケット代を返金すると明確に言い切ることを求めています。橋本徹氏の大胆な提案は万博の成功に対する強い決意を示しており、多くの人々の関心を引いています。もし万博が期待に応えられなければ彼の宣言通りにチケット代が返金されるのか、また倍返しが実現するのかが注目されます。この提案に対するあなたの意見はどうでしょうか。